カスガ駅。カスガ駅は、愛知県カスガ市場上町一丁目にある、東海旅客鉄道、JR 東海、日本貨物鉄道、JR 貨物中央本線の駅である。JR 東海の駅番号は、CF07。現在の中央本線にあたる路線のうち、名古屋駅田治見駅間の開業は、1900年、明治33年であるが、 当時、勝川駅高蔵寺駅間には駅が設置されなかった。その後、鳥居松村の林調査部郎など村民の有力者を中心に駅の開設運動が起こり、1926年、大正15年11月に駅の敷地を地元の地権者が寄付することを条件に、鉄道省から駅の開設が認可され、1927年、昭和2年12月16日、 現在時、当時は、東カスガイ郡鳥居松村に、鳥居松駅、鳥居松駅として開業した。第二次世界大戦中の1943年、昭和18年、鳥居松村他4町村の合併により、カスガイ市が発足した。それから終戦を経て、市発足3年後の1946年、昭和21年5月1日、カスガイ駅に改称した。 カスガイ市の代表駅であることに由来する、同名の名古屋鉄道小牧線のカスガイ駅とは全く別の駅であり、同一地名を指す同名駅として最も遠いと言われる。詳細はカスガイ駅の項目を参照。2012年、平成24年度から約55億円の事業費を投じてバリアフリー化と自由通路を整備するため、全面的な改築工事が進められている。 この工事で自由通路、長さ約100メートルで、幅は8メートルから10メートルで結ばれた南口と北口は、大屋根がある日差し付きのガラス張りで、共にエスカレーターとエレベーター、車椅子の使用可能な多目的トイレが24時間、通行可能で、約1300平方メートルの広さを持つ、橋上駅となった。新駅舎では、改札口は自由通路に面しており、 この共状駅舎と自由通路は2016年、平成28年10月30日に利用開始された。自動改札機とか対応、一部車椅子対応、近距離乗車券類の自動券売機、北口のみとか対応がある。JR 全線切符売り場が設置されている。自動券売機はタッチパネル式で愛知環状鉄道線。 伊勢鉄道線の連絡乗車券も購入することが可能であるほか、窓口横には指定席券売機も設置されている。駅長、駅員配置駅、直営駅である。管理駅として、勝川駅を管理している。改札内に車椅子が使用可能な多目的トイレがあり、上下線、ホームともにバリアフリー設備として、エスカレーター2基とエレベーター1機がそれぞれ整備された。 中津川方面行きは、単式ホーム一面一線。名古屋方面行きは、島式ホーム一面二線。北口から順に、1番線、単式ホーム、2番線、3番線、島式ホームの表記があるが、3番線は、側線扱いで、列車は発着しない。1番線ホームには、清涼飲料水、アイスクリームの自動販売機が設置されている。各 ホームとも屋根は重量分確保されている。喫煙コーナーが各ホームの名古屋よりにあったが、校内全面禁煙館のため撤去された。1番線、下り本線2番線、上り本線の間に抽選があり、貨物列車の発着や診療車両区からのデク列車に利用される。南口と3番線の間は、側線が並び、貨物列車の入れ替えに利用される。 2009年夏頃より、上り列車は、発車時に車掌が、乗降完了のブザー合図、運転手がホームに降り、同じくブザー合図車掌が、扉扱い後、車側等の消灯を確認して、ブザーにて発車合図発車という手順を踏むようになった。たじみ方には、JR 東海新両車両区への入りデク線が、下り本線から分岐しており、同車両区の入りデク車両が頻繁に見られる。 イリデク線は平面交差で、イリデクの際は下り本線を横断するため、下り列車が春日駅手前で助行することがしばしばあり、中央再線における一つのアイロとなっている。専用線発着のコンテナ貨物、専用線発着の車扱い貨物を取り扱っている。貨物列車は1日1往復、稲沢駅との間に高速貨物列車が運行されている。 その列車に連結されたコンテナ車や有害車は稲沢駅から先別の列車に係争されて日本全国へ輸送されている。南口側の側線の名古屋方から駅南側にある王子製紙カスガイ工場へ続く専用線が分岐している。専用線は有害車やコンテナを用いる紙製品の発送で使用されている。有害車の発送先は 新坂ザ貨物ターミナル駅の IPC 新座。専用線は日曜以外毎日貨車の出入りがあり、貨車の経緯はネピアのロゴを付けたスイッチャーが行っている。なお、この王子製紙専用線は、急に本陸群像並行小鳥居松工場への専用線を転用したものだとされている。王子製紙専用線から分岐する愛知電気専用線もある。 大型変圧器輸送に使用されているが、工場に直接つながっておらず、カスガ市内にある、同社工場から変圧器を持ち込み大物車に積んでいる。特殊輸送のため頻繁に使用されることはない。1945年頃まで、カスガ市西山町付近にあった名古屋陸軍、造兵省高来勢造所西山文章、跡地は陸上自衛隊カスガ駐屯地などへ続く。 専用線も存在した。路線跡の大半が道路に転用され、一部に鉄橋が残っている。春日ガ市統計所によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。1日約3万人が利用する春日ガ市の代表駅であるが、春日ガ市役所などが存在する鳥居松商店街とは離れており、駅付近には大きな商店もなく、 閑散としている。利用者数がほぼ同じである隣の勝川駅と比べると駅前開発が行われておらず、駅舎の老朽化も進んでいた。平成19年に策定された、春日市都市交流拠点将来ビジョンにおいて、駅舎の強常化及び南北自由通路の設置、駅ビルの建設、駅前再開発などを検討する方針が示された。 平成23年には協上化整備の完成が平成27年度末に予定されると発表があり2012年平成24年度から約55億円の事業費を投じてバリアフリー化と自由通路を整備するため全面的な改築工事が進められている2016年平成28年10月30日に協調駅舎と自由通路が利用開始された後に 北口駅前広場の整備が進められる。北口駅前広場の整備事業により、バス降車場を駅正面に移転し、タクシー乗降場は駅前ロータリー東側に移設されることになっている。また、春日井警察署の交番も整備される予定である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。